ですからこういう円盤状立体圏なんですね。でそこでこれいつ作られたのかということで一つの目安をちょっと紹介しておきたいと思います。それはですね、紫川は分かるんだけども、現在小倉の中心的な町であり、通りであります平和通りはありませんよね。小文字通りもありません。これが一つの目安というふうに考えてください。つまり平和通りなり小文字通りというのはですね、これは日本側の戦略なんですね。昭和で言いましょうね、昭和19年4月以降建物疎開を実は小倉はやるんです。それはなぜやったかというとですね、実は造幣所を守るために、延焼を防ぐために強制疎開をやるんです。建物ですね、それが今日の平和通りなんです。名前も随分近代的な名前なんですが、なんてことない、やっぱり軍事戦略の一環として作られた道なんですよということなんです。といったようにですね、小倉にはいろんな施設があります。あ、そうか、それはちょっと後にいたしまして、ちょっとビデオを見てもらうことにいたしましょう。これは NHK が撮っていただきましたものなんです。で7年ほど前にですね、放映されたものなんです。テレビですね。でそれは小倉の襲撃をするときにその目標地となったのがここなんですね、造幣所なんです。これが狙いであったんですよということです。でこれがどんな状況であったのかということですね。アメリカ軍の撮りました終戦後直後に撮りましたビデオが発見されまして、その映像を見てもらう方がこの図を見るときに分かりやすいんじゃないかと思っております。じゃあビデオをお願いいたします。アメリカ軍が終戦直後に撮影、終戦から7ヶ月後の昭和21年4月の小倉の中心部です。この映像では一軒一軒の住宅や走るトラックまではっきりと映っています。住宅と住宅の間に広く開けた土地は空襲による延焼を警戒して住宅が撤去された強制疎開の跡です。このフィルムはアメリカ軍が撮影したものでワシントンの国立公文書館に保存されていました。この映像は当時小倉中心部にあった兵器工場小倉陸軍造幣所を記録するために撮影されたものです。これだけ詳細な航空写真が残っているというのはもうびっくりしている状況ですね。この工場のずっと全体像がこれでもう一目瞭然に分かるんじゃないか。今までずっといろんな働いた人たちの体験談を聞いてですね、これでも完全に裏付けができるなということで、当は禁止令、一方の国防国家の建設に安全と邁進するには絶対的に多量の優秀な武器と弾薬を用意しておかなくてはならない。ニュース映画によって初めて紹介された我が造幣所とは兵器工場のことです。鉄の本流と備蓄島が合法炭素本のうちに当時小倉造幣所は日本最大の陸軍の砲弾製造工場で、特に中国戦線向けの兵器はほとんどここで作られていたと言われています。太平洋戦争中のピーク時には学徒動員された中学生や女学生など5万人が働いていました。フィルムは北から南に向け小倉造幣所を捉えていました。造幣所は小倉市街地と二分する紫川沿いにありました。はい、これが現在の市役所の建てるところですね。でこれから家が第三工場に入りました。砲丸を中心にして出た工場群です。さらに造幣所の中心を突っ切るように撮影されていました。これが当時の小倉駅です。現在の西小倉駅に取り出します。これが小倉城の跡地で、ね、
幕末にお城が焼けておりますので、ここにあの陸軍の司令関係を全てここに置いております。でこれからずっとまっすぐ伸びたところが工場の中心的な通路で、この下に地下道がずっと引かれてたんです。車両の組み立て工場なんですが、ここで風船爆弾のですね、紙気球をここで作ってたんです。ここは木町門です。で学徒動員の方なんかはここから入って、それぞれの工場にも入っていかれたという状況だと思います。でこのブロック塀は今日まだ残っています。当時造兵所で働いていた小西和明さんは班長として動員された学生たちの面倒を見ていました。大体最初はそうでもなかったけど、戦争が始まると参考が無料にしましたで、ね、女の人だったら十分困ったでしょうね。もう二人ばかりですよ。小倉陸軍造兵所ではアメリカ本土であった風船爆弾が作られていました。実質的な被害はほとんどありませんでしたが、アメリカは国民の士気に影響を与えるものとして風船爆弾に脅威を抱いたと言われています。太平洋戦争末期、北九州は激しい空襲を受けました。特に昭和19年6月の大型爆撃機 B-29 の初の日本本土空襲の標的となるなど、本業地帯の八幡を中心に何度も大規模な空襲に遭いました。小倉も数回にわたる空襲を受けましたが、今回の映像を見る限りでは造兵所をはじめ市街地も八幡や福岡のような大きな被害を被ったようには見えません。これはアメリカ空軍の命令書です。爆撃部隊に対して空襲してはならない都市の名前を挙げています。京都や広島と並んで小倉の名前が挙がっています。これらの都市はいずれも原爆投下の目標となった都市です。私なりに考えているのは、原爆の威力というものを測定するためには現地をそのまま残しておくということがアメリカの大きな狙いじゃなかったのかというふうに考えています。実験そのものなんですよね。でそれが終戦直後に広島もそうですし、それから長崎もそうなんですが、アメリカ軍もまず何をやったかというと、原爆の威力のいわゆる標本集めに終始したというのがありますので、そのこともそのことを考えても分かるかなと思います。小倉は昭和20年8月9日原爆投下の目標とされましたが、その日小倉上空は雲がかかり見通しが悪かったことから、爆撃機は長崎へ向かいました。原爆投下の目標にされたがゆえに陸軍造兵所を抱えながらも、小倉は結果的には大きな破壊を免れたのです。